サビと。ほら、美味しいよ。いらん。終わり？男気やん。あ、終わり？急に終わった。どうも、ロザリアークでーす。ロザチャンネル始めます。ベースのメグです。ボーカルのゆえです。ギターのトイエです。はい、完全に鬼滅の刃見てきた後のやつや。今日は、はい、気になってたお菓子を、うん、はい、ちょうどいただいたので、はい、みんなで作ってみようのコーナーです。こちら、大人のねるねるねるね。これなんですか？駄菓子ですか？やったことないですか？ないんですよ。ねるねるね。ないんです。結構有名なんですか？あ、有名ですよ。有名だよね。これはもうみんな通っていったと思ってたんで、うん、みんな通ってきてるかなって思ってたけど、めちゃくちゃ食べてた。なんか親父が厳しくて、そんなわけのわからんもん食うなって言われてたから、隠れてやってました。これ今さ、親父が厳しくてっていうからさ、晩ご飯壊してもらえなくて仕方ないって食べて思った。すごい、これで生きてきた。そこまでの過程がやばい、ね、やべえと思った。ちょっとじゃあ、はい、気になるんで早速、はいはい、やってみよう。やってみよう。じゃあこれやで。これプレミアム積み立ていちご、いちご味。うわ、ちょっと懐かしいわ。1番2番だ。そうそう、順番書いてあるね。1番2番な、ここね。これな、ここ。熱いな。これ水入れて持ってくるやつ。まずは一番の粉を四角カップ一杯の水を入れて混ぜよう。水入れ。最初に。まずかく水入れ。5cc。水いってきまーす。大きい方ね。あー、いちごの香りするよ。あー、大人の粉。危ない。水持ってきました。 ありがとうございます。すごい、あの、見て、ビール表面張力やばい。これを入れますよ。入れてください。入れまーす。わ、あ、え、いちごの匂いすごい。すごいね。するよね。あ、すごい。これを混ぜます。うわ、よく混ぜよう。よく混ぜよう。あ、ゆえの好きな色だ。大人の色ですね。大人の色や。あ、もうそうやな。こんな、なんか色はあんま見にも。なんかもっと優しいピンクと、淡いピンク、そうブルー。これに、2番の粉入れたら、また色が変わってくる。いやー。よし、いいだろう。2番、はい、入れます、はい、大人の2番。色が変わるまでよく混ぜよう。あ、変わってきた。うわ、めっちゃ変わるんやけど色。そうで、魔人ブーみたいな。魔人ブーやで。めっちゃ魔人ブー色や。え、すごい、なんかすごい膨らむんやけどね。え、そうそうそう、やばい。水またいるんや。あ、オッケー。水、あ、ちょっともうちょっとこっちも混ぜて。あ、水またいきまーす。全然楽しいですよ。うん、ピンク、あ、髪の毛の色と似ているな。なんでこれですね。いちごソースの素。水です。あ、水来た。水、まだ、ちょっと待って。見て、すごい、いちご。お、なんか、いくつも食べてる。あれ、いちごの種が種類の種。はーい。あ、これも、あ、なんか、また違う大人な色してる。チーク菓子って、子供の成長に良いお菓子にしてるから、うんね、いいけど、昔はね、何やつい、なんで色が変わる、何が入ってるんかわからんみたいな。あー、ちょっと怪しいもんね。怪しい粉ばっかりイメージやったから、使ってね。うん、大体できました。ここに、トッピング。おぉ。あー、おしゃれ。なんだこれ。
これで完成？完成ですね。完成しました。完成。ソースつけてね。なるほどなるほど。なんかシャリシャリ言ってるって、なんでそんな音するの？クリクリ。なんか最後にかけたトッピングがちょっとなんかね、そうそう、ザラメっぽいような粒。普通に美味しい。そう。いただきます。うん、やっぱ懐かしいな。うわー、このうん、ザネルネルネルネや、うん、これですわ。あーでも味がやっぱ大人になってる。うん、じゃあちょっと私ちょっと初体験ということで、ねる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 ねやってもらいます。こんな感じでいただきます。ちゃんとね、あ、フルーツ感、なるほど。ということで大人も楽しめる、はい、ねるねるねるねでした。はい、気になった方はやってみてください。この動画はハードロックバンドロザリアークが発信する関連動画です。チャンネル登録、高評価、その他 SNS フォローもぜひよろしくお願いします。最後まで見ていただいてありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。